こんにちはーす。中までたっぷりちはやです。マリオメーカーやっていきましょう。ついに情報が解禁されましたね。任天堂スイッチゲームパッド。携帯機としても使えるし、据え置き型としても使えるみたいな感じでしたよね。で、結構そのなんていうのかな、どういうタイトルがあるのかとかまだ発表されてないみたいですね。なんか年始かな？とりあえず来年らしいですね。来年にならないと情報が解禁されないらしいですよ。だからだいぶまだまだ先ですね。2ヶ月以上あるって話ですよね。どうなんでしょうね。きっと買うの買わないのって聞かれると思うんで、先にここでお答えするんですけど、やっぱタイトル次第ですよ。タイトル次第です。モンハンとかが出るんだったら絶対買うしね。マリオカートのなんか、イラストじゃないね。なんか背景、画像を見たんだよ。マリオカートっぽいやつがいたんだよね。キンテレとかが見えたんで、マリオカート8じゃないんで、新しいの出ると思うんですよね。そうなってくると確実に買うでしょうね。どれだけ値段払われようが買うと思います。つまりタイトル次第ですね。VR もそうなんですけど、タイトル次第です。自分がやりたいタイトルがあるかどうかで、ハード買うかどうか決めます。と、ここで言っておきます。ね、任天堂スイッチゲームパッドっていうね、構想は海外のマリオメーカーのね、動画あさってて見つけたんで、早速やっていきましょう。入れないですね。ということは、ファイヤーか。じゃああれだね、クッパを倒して先に行けってことですね。さあ勝負か。やべ即刻やった。やっぱ近くで勝負するとどうしても被弾率が上がっちまうな。でも近くでやんないと、あーチャンスあったのに、いやーわー、まあここ上にね、あぶね。お、さらに近づいてきたか。そっか、先に出しとけばいいのか。そしたら効率よくなりますよね。オッケー。結構クッパ倒すのは時間かかるからね。ああいう不安定な足場だとどうしてもね。あ、まあここは簡単でしょう。ここも簡単でしょう。先倒しとくと楽だよね。ゲームパッドこんな感じなのかね、スイッチは。なるほどなるほど、なるほど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 ね、なるほどね。やばいやばいやばい、あ、これ死ぬ。あぶねえ、あぶねえあぶねえあぶねえ、死にかけた。ちょっと Wii U と似てますよね、雰囲気的には。食らっちゃったの、なんかあるかな。マリオ3の影響で一番右を調べてしまう。あー、なるほど、お前と勝負か。あぶね。よいしょ。この狭いとこで勝負するのはちょっときついですけどね。あー、食らったか。オッケー。まあいいでしょう。肉を断ったね。あー、これはなかなか厄介な感じだけど。こうやって乗ってて、多分こうやって当たればオッケーですね。そんなことしなくても全然オッケー。ノコノコが来るかな。あー、ですね。パッとこんな感じなのかな。なんかちょっと見た感じではね、もう少し小さい感じしましたよ。携帯機もなりうるんで、そう。あまり大きさが、大きくないように自分には見えましたね。ただ実際比較してる画像まだ見てないんで、サイズ感はちょっとわかんないかな。はっ！もう一回食らっていいんだからさ、突っ込んでいっちゃおうぜ。雑すいませんね、ほんとね。あ、これやばいかも。大丈夫そうです。おー、ゴールか。楽しみですね、任天堂スイッチ。結構ネットはね、あんま情報遅いとか、結構ネガティブな反応多いんですけど、自分は結構楽しみですね。Do nothing. 了解した。
ごめん、わかんねえわ。ごめん。俺はわかんねえわ。ちょっとね、音楽知識にね、疎すぎるんですよね。すいませんね。わからない。きっとコメント欄で補填してくれてる方がいると思うんで、すいません。完全お願いしますかんっていう感じになっちゃうけど、よろしくお願いします。いいねランキング2位に、50秒スピランが来てますね。ちょっと遊んでみましょうか。初心者でもできる。スピードラン。50秒スピラン。いいですね。初心者でもできるっていいですよね。やっぱみんなが楽しめるっていうのは、いいっすよね。これ結構難しくないっすか？やっぱ相手の視点に立つって難しいよな。自分は簡単だと思っててもさ、実際プレイする人にとっては簡単じゃないっていうことは結構あるよね。うわ、ジャンプ出なかった。これ結構難しいですよね。その自分では簡単だと思って作ってるものも人によっては難しくなったりしますからね。はい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 、はい、そう。 OK ゴー。はい、三段ジャンプ OK。 鍵がありますね。あ、鍵があると、遅刻なくてもクリアできますよってことあったんだね。OK。フラワートレイン発車します。ドア開けたらキープした。おんもおんも何体重なってんだろうね、これ。花ちゃんすごいな。あんな生物見たら多分ちっちゃい子泣いちゃいますよ。ではこちら行ってみましょうか。応用スピラン26、スピラン26ですね。さあ、じゃあ行きましょう。リアル焦げ目たないとちょっと焦げちゃったんだね。応用ってどういうこと？すごいサムネは綺麗な感じですね。綺麗にまとまってますよね。なるほど。応用っつうのがよくわかんないですけど。はっ。当たった。コインナビってありがたいものなんですけどね。鬱陶しく感じちゃいますね、ここまであると。よいしょ。 OK ね。はい、さあ新たなエリアへ。あぶね。こういって飛び越えて、うわ、よいしょ。だいぶ時間取っちゃったけど、あー死ぬか。厄介極まりねえな。コインいらん。マジコインいらねえ。死ぬところが結構あるんで、そのギミック一つ一つのさ、難しさはそんなないじゃん。でもやっぱ長いってだけで結構厳しいもんがあるんすね。こう取ると綺麗に取れんのか。おっとっとっと、60秒。直で降りて、この辺とかはスルーでいいのかな。 OK。 ここよ。ちょっとブレーキ入れようか。はいはいはい、音符。はいはいはい、あ、やばいやばい。はい、上。はい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 、あー、あぶねー、あぶねー、死ぬ、怖え。ジャンプ。
あー下だねこれはね。コインのせいで分かりづれ。はいはい、あっと鍵がありますね。上か、そうか、雲があるとピョンピョンいけねえんだよな。さあドア鍵入って、まだまだ続くよ。ゴールありましたね。時間的にはギリギリセーフー。オッケー。うー、コインの音がさ、イヤホンで聞いてるともうなんか逆に鬱陶しくて大変。これは半自動、世界記録、世界記録取っちゃった。うほー、はえー目で追いきれねえ、あまりの速さに。これでラストにしようかな。10秒マリオ即リフトジャン、乗ってジャンプして、乗ってジャンプしてかな。でも10秒だから結構時間がギリギリなのと、多分ギリギリの方でジャンプしてあげないといけないんじゃないの。はい、 OK。 さあお疲れ様でした。チャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。アディオス、アミーゴー。